こんばんは。星投げと50個目お願いします。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。初めまして。自分も8月2日生まれ。すごい。一番暑いですよね。いつも絶対雨降らないですよね、8月2日30分間何してたの？ずっとここにいました。お腹すいた、どん兵衛食べたいなって思いながらここにいました30分早い、すぐ時が流れていきましたね。先週公園行ったよ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。明日のねタイムスケジュールも決めたいんですけど、そういろいろ、まあ、あ、さっき30分のその休憩時間の間にモバメ送ったんで届くと思います、いつか赤いキツネ、赤いキツネが好きなんですか？私どん兵衛です絶対。高坂コンビをします、ありがとうございます。性格は正反対なんですけど正反対でもないか。キツネ派、タヌキ派、キツネ派ですね。たまにでもタヌキも食べたくなったり、なんか遅くて1時間経ってなくてみたいな感じでちょっと遅れてってるんですけど、再会がずっと出ててできなくて。こんばんは、カエルだ。一眼レフで芸術的写真を撮っている。うん、先輩の写真もたくさん撮ってみてほしいですか。意外とね、ビッツの先輩方意外とね会うことがあんまないんですよね。そう、カメラのねカバン買いまして、持ち運びやすくなったんでね、いっぱい持ち歩きたいと思います。どん兵衛は最強、メンバーの中で一番どん兵衛食べてる自信ありますねぐらいどん兵衛好きです。今回は亀戸籍申し込みして、そうですね、ここ店、ここ店のねちょっと亀戸籍ちょっと申し込んだんですけど、まだ登録が来ないですね嘘ですスポーツしてる姿かっこよくて気になってます、ありがとうございます。これからもね載せていくのでまた見てくださると嬉しいです。どん兵衛はうまい、どん兵衛おいしいですよね。どん兵衛もまこかつになりますか。なります、なりますよ。好きだ虫 B2 公演でもそのうち披露する、そうですかね、だったらいいですね、もしかしてドンギツネさんですか、ドンギツネさんですか フォローしました、ありがとうございます。スポーツ動画ね、今日もね取りに行く予定だったんですけど雨が降っていけませんでした。いいんです。さっきね、あの今 AKB グループのやつでなんかアバターのやつやってるじゃないですか、もらえるやつ限定のあれをねやったんですよ。そしたら未来さんが出ました結構ねなんかマイページからアバター見たらね持ってました、いろいろ、ちひさんとゆなさんとしおんさんとみーきさんとみらいさん持ってました。そうそう、なんかマイページでチャレンジのとこでねゲットできるみたいなんで、そうカプセルもらえます、無料の。そう5個
そのカプセル5個投げたらアバターもらえるみたいなんで、マイページからチャレンジ行って投げてください。ここにNMB グループのの配信の中で投げないと NMB のアバターはもらえないので、ランダムなんですけどね。そう、リフティングめっちゃ下手くそなんですよ。できないんです。キツネダンス、キツネダンス。バタフォークシーズドゥンドゥン。こんばんは、こんばんは、こんばんは。皆さん何してるんですか今は。どうしたかな、これ。カプセルは100ポイントなので、ぜひ10連でまこちルームでお願いします。無料でもらえるみたいなんで、アイページチャレンジから開いてカプセルをここ投げたらアバターもらえます。アバター当ててください。仕事から帰ってきました。お疲れ様です。偉いです。皆さんお疲れ様です。夕方 NMB からのキロです。おお、今日昼方と夕方やったのか。AKB48 劇場見てきて、阪神どうですか今8連敗中みたいなだったんですけど、はるかさんのアバターゲット、池さんが手に入りました。私のアバターもゲットしてください阪神勝ってるで。お、その調子です。最後まで追いつかれてきたバイト、バイト頑張れ。もうね、偉いですよ皆さん、偉い。お疲れ様です。皆さんいっぱいカプセルが来ました。はじめまして。一周完了ゲットしてます。さすがです。キャンプでミカナと距離縮めた。ミカナさんにあのね、水をねぶっかけてしまいました私水なんだっけ、打ち水グランプリでね、あんなつもりじゃなかったんですよ本当はね。そう、気づいたらね、なんか支配してましてプールを。もうあんま記憶ないんですけど、そうなんです。こうかけてたら、そう、最初一緒のチームっていうの決まった時にもうえってなって、そんな綺麗なお顔にね皆さんのねかけれないじゃないですか、やっぱり先輩とかね、あのさんもねびしょびしょにしてしまって、マジでごめんなさいって感じで。あのバーベキューの時に私と美咲でお肉焼いてたら、みかなさんが来られたんですよ。その時にあの本当にすみませんでしたって謝罪しました。うん、美しかったですわ。打ち水、そう、かりんさんをね集中攻撃して最初にアイコンタクトで、あやぴょんとアイコンタクトしてリサを狙い撃ちして、あやぴょんと一騎打ちですれいちゃんとは物理的に距離縮まったな、あれはね。そうですね予告寝起きドッキリ謝罪の前、マジで間違いないです。こんばんは。何が面白かったですか YNN、 あのキャンプ、
キャンパチ合宿何が面白かったですか？ミカリアのアバターだとタイムリーですね。真っ暗投げは個人的に MVP なんですけど、リレー、あーそう松作にね勝てたんで、私はもう8期の中で足速い担当の称号を手に入れました。やったね。ホテイさん間違いない。あれはほんまにおもろかった。肝試し案外いけましたね、ケイトさんとリレー。おお、枕投げか。枕投げね、いいですね。枕投げあんなつもりじゃなかったんですよ最初。もうちょっとね、なんかスタッフさんに抑えてみたいな、あのそんな室内やからそんなにガチじゃなくてポーンぐらいでいいよみたいな感じ言われてたんですけども、フル無視でしたね。ガチで投げました。そう、ありがとうございます。綺麗、ありがとうございます。打ち水の茶道。延長組は枕投げしたかって、え、言われました部屋帰ったら。私たちが隣の部屋で枕投げしてたんですよ。そしたらね、なんか投げすぎて隣の部屋のタンスがあるんですよ、そこ開けたとこにラックみたいなのこうかかってて、それが前にバーンと落ちたらしくて、それか怪奇現象かわからないんですけど、多分枕投げのせいだと思うんですけどね、ちょっと申し訳ない。枕投げね、もうハンドボーラーが出てしまいました。ハンドボールの血が部屋を壊す。そうなんですよ、危ない危ない。リサの声まで。悪意、悪意しかなかったですね、ごめんねリサちゃん。若にゃんに思いっきりしぶつけ、そうなんですよ、これはやっぱ B2 の中ですよ。そうそう、 B2 の先輩だからこそできるこの信頼関係ですよね、やっぱり。そうそうそう、優しいんでお二方とも。めっちゃおもろかったな、でも。火の玉ストレート。リサしっかり似てるのが悪い。おもろい。坂本リサです。こんばんは。アーカイブめっちゃ見返して、私まだね、どこやっけ、スポキンぐらいまでしか行ってないんですよ、アーカイブ。早く見ないと1週間だから。そう、スポキンのドラマどうでした？ほぼね、マジで半分ぐらい、あの叫ぶところまでが台本だったんですよ。それ以外はね、もうねカンペでつないでの文字が出て鬼すぎた。そっからなんか高校の思い出話してみたいな言われて、勝手に文化祭作ったりとか。そう、アドリブだったんです。なんか見たらね、スポキンの私たちしか映ってないと思ってたら、なんか見たらあのポンキさんとかね、あっちのね、あのキングダムのあれが映っててね、びっくりしました。うん、私も話入ってきませんでしたよ。ちゃんと顔作ってこう芝居してたのに全然映ってないやないかいって。かなりアドリブでした、マジで。5割ぐらい、半分ぐらいアドリブでした。そう、めっちゃおもろかった。なんか物音するなと思ってたんですよ、前でなんかやってんなと思って。私たちのそのやつが終わった後にあっちに繋ぐんかなと思ってたんですよ、まさかの同時進行だったとは。そう、なんか太鼓ドドンドドンみたいなとか。面白かったですね。舞さん、舞さんの野球ボールみたいな。面白かった。公演前は叫んでます、叫んでますね。私はあんま叫ばない種族の人間なんですけど、そう、めっちゃ叫ぶ人は叫びますね。うん、あやぴょんとかみおちもめっちゃ叫ぶ。
ジオンさんとかもなんかスンって感じ。キングダム読んでないんですよね。お疲れ様、こんばんは。そうなんですよ。お、8位になったみたい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お話し会がねあるので、今度25日から始まるので受付が、そのね、どんなね今度はコスプレをしようかというので迷ってます。B2 エンジンの掛け声ある。 B2 のエンジンの時はこうやって、これ桜ポーズなんかな、花びらみたいな、こうやってやって、みんなの笑顔咲き誇れってみんな出て、でキャプテンとかがみんなの笑顔咲き誇れ、チーム B2 ナンバー笑顔開花宣言公演開花しますってやってます。そうですね、最近若菜さんとかがこうやってなんかお金のポーズしてやってます。そう、花びらどこ行ったみたいな。おすすめの日程、ちょっと日程あんま把握してないんですけど、あの画像で見ただけなんで、後でねまたまとめます。クリスマスとかね、ハロウィンとかいろいろ重なってるんで、そうそう、そういうコスプレが見えるかなと思います。完売して追加ブースお願いします。なんかお願いしますは違うな。そう、一緒にね楽しみましょう。そうそうそう、楽しむ目的の次に完売ですから。そうそう、お話が目的なんでね、そんな欲張っちゃいけんですわ。楽しめたらいいんです。1時から申し込んでください。皆さん絶対に忘れないでくださいね。嫌というほど送りますよ私は。Twitter でもお豆でもブログでも言いますよ。25日からです。リアルお話し会はですね、なんか全然まだ決めてないんですけど、お話し会の服装とか、なんか TIFF の時の服装が結構ね褒められること多いんで、お姉さん系とか、あと地雷系とか、そういろんなね種類の普段とは違うような私も見ていただけたらなと思います。メンバーともなんかしたいなとか思います。もちろん1時からお願いします。全日程会いに来てほしいです皆さん。2部なんでね、いっぱい会えるんで、そう来てください。大人まこち、みよちにメイク、学ぼう大人メイク、そうね、まだまだ考えてる途中なんですけど、解禁賞目指してください皆さん。こんばんは。ティフの時の良かったですよね。繋いでるかなあれ、服装繋いでる系、お姉さん系のね服装。初めてもこっちとお話、緊張しないでください。全然大丈夫ですよ、アットホームなんで。全然ね、もう事故りに行っていいですか、もうね普通にヤッホーとかでも全然大丈夫です。初めましての人とかもいた、ぜひ会いに来てください。初めましてやからって緊張するのとか思ってる、そこのあなた会いに来てください。私がマシンガントークぶっぱなします。あと本物の職場です。初めての話から打ち切りそう、そんなことないですよ。そう、一番最初のお話会は本当にやばかったですね。もうガチガチ、もうね、あのリモートの就職活動かぐらいな感じでした。面接みたいな、こんな、はいありがとうございますみたいな。申し訳ない、慣れてないんでやっぱり、話しかけます。そうそう、前回緊張しまくったら今回頑張る。
緊張しないでください。全然寝起きとかでもいいですよ、朝なんで。パジャマできましたとか。我が社を志望した理由はアットホームな職場だからです。一番で話したよ、ありがとうございます。結構覚えてますね私、あの お話か緊張してたんですけど、初めてのことすぎて鮮明に覚えてますね。車の中からなんか配信じゃないね、お話してくださった人とかもいて、ま、子供の野球見に来てるんだけどみたいな車の中から配信してくださったりとかね、いっぱい後ろに飾ってくれてたりとか、懐かしいですね。お家は持ってくださったり、懐かしい。名前言ってくれたらね、多分あーってなります。今回の目標は顔と名前を一致させることです。そう、オンラインだからどこからでも配信、山奥とかでもね、海の見えるところとかでも全然。7位ありがとうございます。レピーです。まこちゃんポップコーン何味ですか？キャラメルです。キャラメル好き。白タン T シャツで行きます。着てください。白タンね、可愛いです。最近ねお揃いにしてくれる人増えて嬉しいです。サッカー好きだと思うのでオンラインお話からサッカー、全然待ってます。サッカーのお話とか何でもねいいですよ、スポーツ系の話題でも。オンラインやとなメンバーにも名前、そうそうそう、出るんですよ。だから今日誕生日ですとか入ってたらすぐに祝ったりとかもできます。今日からなので追い上げてるね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。本当にマジでイベント続きで申し訳ないんですけど、なんかそうですね、お話があるとかわかるんですけど、そうそんなん言ってたらね、いつもいつだってかぶってるじゃないですか。だからねちょっと、うん、チャレンジできるときにやらないと後悔するんで、やっぱりそうなんで、皆さんにはね申し訳ないんですけど、星とかでももう全然大丈夫なんで、ギフトとか送ってくださる方マジで本当にありがとうございます。そうそう、知ってもらいたいし、知ってもらうこととたくさんの人に知ってもらうことと、ビスが好きなんで、本当に一番好きなんですよ雑誌の中で。なんでね、そのアピールをできるように、そうそう今回やらせてもらってるんで、皆さんもね本当にありがとうございます。一緒に配信楽しむみたいな感じで見てもらえれば嬉しいです。なのでうん、こんばんは。ボムもありますよ、ここに。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん、皆さん見てください。ぜひ感想もお待ちしております。私はですね、そうですね、あーこれもいいですね、オフショットあげたじゃないですかツイッターに、そんなこうしてるところの写真が好きです。外で撮ってるね、珍しくお団子。この日にあのナンバーザールのリハの初日だったんですよ。赤組が朝やってて、朝撮影だったんで、美咲はねもう初日に参加できなかったんですけど、リハお昼から白組で、私がね飛び入りで参加したんですけどね、その日があの土砂降りの日だったんですよ。土砂降りの青春の中でっていう曲のねリハーサルだったんです。初めてのナンバーザールのリハが、それでそこに飛び入り参加して、でなんかもう結構終わっ
ってる状態で、その曲が動線とかもやったり、なんかポジションとかもつけてやって、よし通すぞってなった時に私が入ってきて、もう何もわからないじゃないですか。で先輩とそうやってリハするのも初めてだし、パニクりすぎて雪乃に手引かれながらずっとね、こっちやでちょっとやってもらった苦い記憶が蘇りました。マジでちょっとあの空間に入っていくのがマジ本当にきつかったですね。怖かった、怖かったってなんだろう、そう土砂降りだし、曲が難しい、前日に振り入れしてもうねビクビクなんですよ。頭で考えないと踊れないぐらいの曲なのにね、もうそれに立ち位置と動線入ってもあーってなってボロボロでした。リハ映像見たくないもん、あの時のそうそうそう、難しかったですね。スポーツダンスは違う、違いますね。なんか高校とか中学の時も体育でダンスとかあって、割とね普通ぐらいにできてた方だったんですよ。ダンス部の子にもね、できるねって言われるぐらい普通のレベルだったんで、ちょっとねもうちょっとできるかと思ってたんですけど、ちょっとできなかったですねなんだろう、よく言われるのはなんか形で覚えてるから細かいところ見れてないって言われるんですよね。そう手の出し方とか、そうそう形で覚えちゃうんですよ。やっぱりスポーツやってたからかな、雑みたいな。いやだから振りはね覚えるのめちゃくちゃ早いんですよ、振り入れとかされても。そうめっちゃ早いんですけど、8件の中でもめっちゃ早い方なんですけど、細かいとこ見れてないから結局完成度は低いみたいなそうそう、細かいところまで意識して指先に力入れて頑張ります。こんばんは。球技は感覚で、球技はもう感覚ですね本当に。うん、なんか、うん、イメトレ、なんか見てそれに合わせたら体が勝手にできたみたいな感じです。ピッチングとかもだからあんまちゃんと教えられてないけど、なんかやってたら、そう見てたら勝手になんか頭でイメトレできるようになったみたいな感じですね。うん。ランナーズハイはポジションによって見どころがあっていつも面白い。だけどどこのポジションに立ってもね、あのこける2番のとこでね、こけるところがあるんですけど、そこでねいつもこけそうに見えるって他のポジションでも言われますそう、初まこち見るなら公演かリアルお話し会どっち行くべきですか。ええー、そうやな。うん、どっちも来てほしいですね。でもうん、公演はね公演でまたそのなんていうのザ・アイドル坂下真帆を見れると思うんですけど、リアルお話からやっぱ1対1なんでね、そうそう素の部分というかいっぱいねお話できるんで、そっちもねそうどっちの面も知っていただきたいですね。うん、そうですね。食べるの早い方ですか。遅いですよ私いつもね残って食べてます一人で、ちょ遅いんですよ弥生が早すぎて。うーん、年内には100キロ超えか。そう、近重さんにはね、あのマネージャーさん、皆さんおなじみの近重さんにはあのなんてやろ、フォームが安定してないって言われましたそうちゃんとね体重が乗り切れてないみたいな、フォローするとかもなんで、ちゃんとフォームをね直したらもっと出るんちゃうって言われました。何目指してるんですかね本当にそう今日100キロはちょっとね行きたいですよやっぱり。うん、昨日の公演良かったです。良かったですか、ありがとうございます。ドキドキだったんですけど、本当に久しぶりのポジションすぎて、あやぴょんと新芽なんでね、いっぱいね
楽しいんですよ、あやぴょんと仲良しなんで。みかにはめっちゃ悔しがってよ、マジでごめんなさい、本当にマジで謝罪の舞です。コメントオンラインで初まこちゃん狙います、ぜひぜひ来てください。やっぱね、1対1でしか喋れないことってあるじゃないですか。そうそう、いっぱいねお話しましょう、いろんな。こんばんは。そうそう、まこちゃんの蜃気楼みたい。私も蜃気楼やりたいんですけどね、ずっと言ってるんですよ、蜃気楼やりたいって。蜃気楼やらせてくださいって言ってるけど、なんかねボーダーラインがあるみたいなんですよ、蜃気楼できるボーダーラインが。それにね、そのなんか年齢とそのなんていう、入ってる年数、加入した年数のなんかあれがあるらしいんですよ。そうなんでできないんですよね、なぜか蜃気楼。昨日の公演で初まこちでした、ありがとうございます。どうでしたか。枕投げのフェイント、カーブ、そうカーブね、難しい。フォークとか、フォークねできないんですよ、私入らないんですね、ここにボールが、難しいですね。だからそう、公演かリハルお話し会、先にどっち行くべき。けどリアルお話し会まだまだ先だから、先に公演も見に来てほしいですね。リアルお話し会は絶対来てください。絶対そっちの良さは絶対あると思うんで、このね機会をぜひ逃さないように。そうそうそうなんですよ。かりんさんの始球式見ました、めっちゃお辞儀綺麗やった。見ましたよ。こんばんは。お話し会生誕っていう、あ嬉しい。この前ナンバーザールの時にね、お見送り会の時に弥生とかね、あの作パンのね、あの生誕って着てる方がいらっしゃってね、ああいう時にねやっぱ目立つなって思ったんですよ、自分のなんて推しをね、推しの生誕っていうを着てやってたらね見つけやすいんでね、いいなと思いました、人数多いからこそ。そうなんでね、皆さん次のジャンプ中、ホップ中、ステップ中、ジャンプ中、アンダーライブの時にはね、ぜひ生誕ティーとか着てください。絶対目立ちますよ、ブルー軍団。そうそうなんですよ、美咲さんしてるから年齢関係ないかと。ああ蜃気楼ですか、なんか7期生さんはいけるらしいんですよ、誰がやっても加入のしてる経験値があるからみたいな。8期生はねでも年齢であるあれがあるんですよ、なんで。阪神ファンの友人がマクジで親近感抱いていて焦っています。親近感、うんね、阪神ファンの方々みんなお仲間です。野球好きな人はお仲間、スポーツ好きな人はお仲間。負担のかからない変化球から始めてほしいです。アイピットはこっち押しだから公演中どっちも振ってください、もう4本持ちでいきましょう。やるお話し会来てください、待ってます。坂田曰く釣り師って言われてるんで、自分ではねちょっと納得いってないんですけど。チェンジアップ、チェンジアップってどうやって投げるんやろ。
うん、そう、50カウント達成しました、ありがとうございます。そう、生誕って希望ですか、洗濯大変なんよな。じゃあね、ちょっと目立つ格好で来てください。生誕ティーでもいいし、あのペンライトね、目立つんですよ。ナンバーザールの時も思いました。ナンバーザールの時のあのユニットの時にハート型ウイルスでした時にね、かりんさんマイティさん私でね、かりんさんが赤なんですよペンライト、マイティさんが赤青なんですよ、で私が青青なんて、ね、もうね赤と青に染まってました、会場が。すごいね、すごい景色でした。目立つなと思って、だから単色ってよかったです。ココナさんありがとうございます、本当に決めていただいて。うん、そうそう、リサが新キロやってたんですけど、そうリサが新キロやった後にそのルールができたんですよ、だからリサが今ランナーズに変わってるんですよね。そうそう、青4本できます、来てください。うん、猫ね、確かに、うん、そうそう、単色見やすいですね、宮内の、そうですね、宮内のあれですね、見にくいです、見にくいっていうか分かりづらい。うん、どっちやって一瞬になりますね。だけどね、もうなんか自分の押してくださってる方とか関係なくレスとかさせていただいてるんで、もうねいいんですよ、いいんですけどね、全然ジオンさんとかもね、結構雪乃も紫紫やから、感触系がね多いです。うん、そう、ありがとうございます。うん、お絵かき全然してなかった、話してたら。公演中めっちゃレース送ってるのよくわかるからすごいなって思ってます、ありがとうございます。トトトドでな、トトトドでなとか言っちゃった、トトトでトドトドで一番、ね、意識してます。それはトトトドは、トトトドと飛行機雲はもう目をね合わせに行く場所だと思ってます、私は。そうそうそう、そうなんだ、うん、次やったらこうしよう、でもね、うん、公園で目が合った気がする、合ってますよ絶対、結構ねあの無自覚な人多いと思うんですけどね、それも合ってると思って合ってるんですよ。名言みたいな、そうそうそうよ、飛行機雲とかね体格からでもね見てるんで、あのあっちに座ってた青々の人があのメンバー見てるとか見えてるんで。飛行機雲はねめっちゃいろんなとこ見てるんで、本当に、そうそう、最初の頃より公演中に余裕、うん、そうですね、何バトルの時とかもう目泳ぎまくってましたもんね、私ファンの人の顔見れなかった。そうそうそう、油断しちゃダメですよ、反対側に行っても、私は反対から狙っているんで。そうそう、劇場の一番後ろの席見えてますよ、うん、ユリイカとかで ね、 こうね指さしたりとかしてる、多分ね気づいてないと思うんですけど、多分後ろの人は気づいてないと思うんですけど、私はその
やってるんで、ちょっとそうそう、うん、うちは前に来た時にくるっとすれば、まあ見えてますけど、見えてますけど、まあいいですね私は真逆行ってても見てます。それがね一番ね最強ですわ。そう、真逆でこう歌っててこっちこうやって見た時にね、その泡持ってる人こっち見てたらね、おおってなりますね、やっぱり。うん、見逃し注意です。私はね狙ってますのでそう、恋と愛パフォーマンス好き、ありがとうございます。恋と愛好きなんですよね自分最近ね二サビ恋と愛の二サビをねちょっといっぱい練習したんでね、ちょっとだけ上手くなってるかなと思うので、また見てくださいそう、セタンティーまだ売ってる、売ってるんかな、売ってるんちゃうかな、行ってみてください。うん、そう、見てください。大きく白く、そう、昨日のねポジションは飛行機雲でね、サビ前の1サビ前にねエンジンするじゃないですか、みんな愛はもう枯れてしまったって、あれがなでき、あれができないポジションなんですよ、ちょっとね疎外感そう、だからもうそっちは見ないようにしてね、もうお客さんの客席の方に私は助けを求めてます皆さんとエンジンしてる気分でいました。そうそう、飛行機雲になるとね青のペンライトが増えるのでちょっとね嬉しいです、うん、そうですね、次の配信は、次の配信は9時から10時です。21時から22時です。うん、こんな感じです。そう、ショップにねサイン入り等身大パネルもあるのでぜひ行ってください、見てくださいね。ケイトさんになでなでされた等身大パネルがあるのでぜひ見に行ってください。うん、坂さんがまこちゃんの生誕 T シャツ着て劇場近くで目撃されてたらしい。弥生はいつも私の生誕って来てくれるんですよ。昨日も来てて、それでね家から来たらしいんですけど、ね、絶対バレるやろって言ってねけど確かに普段着でも行けるじゃないですか。そうで弥生がねそうしたらなんか私に弥生の生誕って全然来てくれへんやんって言われたんですよ。でもね違うんですよ、私の生誕ってはアホで目立つけどセブンティーンしか入ってないじゃないですか。弥生の生誕っていう思いっきし弥生っていう文字が入ってるんですよ。切れないじゃないですかね、切れないことはないんですけど、やっぱ家から着ていくってやったらねちょっとねバレちゃうので、そう一寸着でね使うようにしてるんですけど、ちょっと拗ねてましたねそうそう、普段着でもね着てください。そう、うん、もこちゃんの生誕ティーで外歩くのちょっときつい。なんでですか、いけますよセブンティーンは。もう17歳だって堂々と
歩きましょう。うん、行けますよ。ああいう服ありますもん知らんけど、知らんけど、そう、ちひさんとはねまだ行けてないんですよね。夏が終わるまでに早くかき氷をね行かないといけないんですけど、私から誘っていいものなのか。これってけど後輩から誘わないと無理ですよね。先輩から誘う、うん、どうなんやろ。ちひさん忙しいからな。でもどうなんですかね、後輩から誘うもんですかこれって。そう、うん、そうなんですよね。そうですお家に帰るまでがおたかつなの。岐阜終わり、来たまま関西帰ってきた。さすがやん、強っ。関東から関西まで生誕ティーで帰るはもうさすがですね。うん、そうそう、みんな来てください、いっぱい。そう、街でね、だからもう生誕ティーを流行らせれば着ててもね恥ずかしくないでも去年のデザインより着やすいんですよね、今年の方が。コニー入ってるみたいな。去年のデザインけど羨ましいな、可愛い。あれ背中に入ってんの着れないですけどね、外であんまり。うん、暗闇で染めてきたのはかき氷 OK のサイン。本当ですか、いいんですかね。この前ねポテトをねいただいたんですよ、ちひさんから。公演の日に、そう、この前の前の公演の日にね、あのマクドのポテトをねいただいたんですよ。そう、かき氷行きたいな。ちょっとねちきっちゃいますわ。でも私から誘うのはもうちょっとね経過観察しますそう、後輩から行くと先輩喜ぶよ。ちひちるです。うん、ちひちる押せるわうん、すごい、確かに。誘います。じゃあちょっと、みぞれが好きって言ってましたよね。押せるときに押せですもんね今シングルがね発売期間になったりとかしたら余計忙しくなっちゃうんでね、ちょっと今のうちにお誘いをしたいと思います。じゃあランキング読もうかな。いきますね。13位アベベさん、ありがとうございます。12位キンキンさん、ありがとうございます。11位トミーさん、ありがとうございます。10位マコさん、ありがとうございます。9位トモタンさん、ありがとうございます。8位ジュンヤさん、ありがとうございます。7位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。6位ケンさん、ありがとうございます。5位しんちゃんさん、ありがとうございます。4位ハイドさん、ありがとうございます。3位コカジーさん、ありがとうございます。2位つらかわいすぎてさん、ありがとうございます。1位リオンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。うん、ありがとうございます。うん、うん、確かに。イベント中にラジオ体操、明日の朝何しましょうかね。明日朝から配信するつもりなんですけど、タイムスケジュールまだね全然組んでないんですけど、30分45分45分30分30分30分ぐらいな感じでねやろうかなと思ってるんですけど、それか45分かける3と45分
15分かける3って何や、1時間半、1時間半に、あ無理か、ちょっと考えてるんですけど今そう朝からね、多分7時から明日配信すると思うんですけど、朝予想ちょっとね、ファッション誌のねあのショールーム配信なんで、ちょっとね暴れるのはちょっと場違いかなと思ったりしつつ皆さんちょっと期待しないでくださいよ家破壊、家崩壊配信怒られますね、またそろそろ壊れそう。すっぴん配信してますか、どうでしょう、どうでしょう、ふふ、こっちルーム醍醐味ですか、はい、今回おしとやかにメイク配信とかでもいいかな、うん、朝配信で朝食がつい、なんかね配信してるとね食べれないんですよ、画面の前であんまり食べれるとこあんまり見られたくないんで楽しみにしないでください、うん、家家崩壊して DIY 配信が一番おもろい壊して作り直すおもろ、うーん、いやね、ちょっと質問コーナーでもしたいな、そうそう、ツイッターとかで質問募集したら送ってくれますか皆さん、なんか企画とかしようかな、お絵かきそろそろしたい、初見です、ありがとうございます、うん、お絵かき、お絵かきします、じゃあお絵かきしますね、ありがとうございました、次は何だっけ、9時からです、お願いします。